泣くなよ、高見な。本当は、こちらまで直接前に来たかった。ちょっと待って、ちょっと待って、止めて。なんか、おい、あれ、あれ、止めて。でも、私たちはいつだって一緒だよ。ゲー細かいし、ちょっと 手がちょっと。そうだよね、うん、高見な。そうだよね、じゃねちょっと皆さん、メンバーの皆さん、メンバーの皆さん、メンバー、メンバー時間盛り上がってますか。盛り上がってますよ。盛り上がってますよ。言われなくても盛り上がってるって。そりゃそっか。楽しかった。楽しかった。あ、そうだ。ゆうこ。ゆうこいる？ゆうこ、ここにいるよ。ね、ゆうこ。え、急だね。ゆうこは本当にキラキラしてます。いや、どっかで聞いたことあるし。聞いたことある。そして、うん、高見な。え、なに高見な、何高見な、うん、今日の高見なは、うん、本当に、うん、デカデカしてます。あー、してるわ。そうだよ、デカデカ出番多かったからね。してるわ。ちょっと待って。あれみんな来てるよ。え、あれみーちゃんだよね。みーちゃんだよね。なんで来てんの。なにそのこんなんから。みなさん、みーちゃんだ、みーちゃんだよね。待っててくださってるんですか。ちょっと後ろじゃ話しないよ。待ってるってどういうの。待ってるってこちらに行ってもいいですか。え、言ってない、言ってない。いやちょっと言ってないよ。言うじゃないよ。みんなありがとう。後ろなんなん。すぐそっちに行くから待っててね。やだやだやだ。リクアはフライングゲット。いやみーちゃん腹、みーちゃんの腹よ。みーちゃん腹あんなだったっけ。皆さんお前やってますから。てかさ、なんでちょうどいい感じに同じ衣装なの。え、待って、本当に来るの。いや、交わっちゃうよ、どうする。本当に来んの。え、これマジ来るの。本当に来るの。いいんですか、皆さん。いや、なんかなんでそんなウェルカム体制なの、みんな。本当に来るの。おぉ、あれ、あれ、あそこにいる。言った瞬間、脇穴開いてますけど大丈夫ですか。ちょっとこれ手作りなんですいません。ほつれてるんです。これが本物。これ本物です。ちょっと、すいません、私の横にいつの間にかぴったり貼り付いてるんです。ちょっとなんか紛らわしいから、ちょっと紛らわしいから。紛らわしくはないでしょ。確かに紛らわしいね。紛らわしいよ。紛らわしいわ。なかなか似てますね。2個持ってきちゃったし、もなかなか似てますね。そう、なかなかね、ググタスのね、うん、ググタスのね、うん、なかなか似てます。ちょっと待ってください。何しに来たんですか。どうしたんですか。あのね、どうしてもやっぱ本物に会いたかったんです。あのね、うん、私この前ね、テレビ番組で一緒にしましたよね。させてもらったんですけど、もう結構絡んだじゃないですか。そうですよ、もう嬉しくて緊張しすぎて、うん、全くの時のこと覚えてないんですよ。嘘や、もう一回会いたくて生放送来ちゃったんです。実際ファンなんです。めっちゃ力説されてるけど、やっぱりバランスおかしいですよ。バランスのせいですよ。
気のせいです。本当ですか？ですか？あっちゃんのマスコットバージョンが私です。マスコットバージョン、あっちゃんのキーホルダーが私です。よく一瞬あつこからだと思ったのにな。ではよろしく、まあ、せっかく来ていただいたからなんかネタ見せてほしいんです。マジ見たい、見たいです。ちょっと待って、見てないメンバーもいますし、ちょっと待って、はい、これなんてだって YouTube で、まあまあ YouTube で有名ですけれども、うん、有名ですか？でもこれリクアワーで YouTube でも流れてるので、はい、ぜひともちょっと全身大丈夫ですか？怒ったりしないですか？皆さん、メンバーの皆さん怒ったりしないですか？わかんない、お客さんも大丈夫、大丈夫ですか？いいですか？卵とか投げたりしないでください、大丈夫ですか？卵持ってます？持ってないよ、生卵のパーンって。ないです、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫ですか？大丈夫です。せっかくお言葉に甘えて、はい、ご本人がいらっしゃいますので、これをちょっとやらせていただきたいです。ライブ中テンションがマックスな時の大島優子さんのワン・ツー・スリー・フォーを。おー、見たい。いや、似てないと思いますか？見たい。いや、わかんない、どうだろうな。みなさん、リクは盛り上がってますか？イエーイ、いくぞ、ワン・ツー・スリー・フォー。なんかわかんだよな、なんかわかるんだよ。嘘、私本当にこんな感じなんですか？あのね、正直テンション上がるとちょっと近いものあるよ。私こんな、ちょっと顔よ。ポイントは八の字眉毛ともう満面のキラキラ笑顔。キラキラ笑顔、キラキラ笑顔。ちょっとさ、せっかくならコラボとかしなよ。やってみたい。一緒にやれよ、一緒に。いいっすか、やりたい。じゃあやりましょうか。嬉しい、ぜひぜひ。マジっすか、ありがとうございます。じゃあ、盛り上がってますかからでいいですかね。盛り上がってますかからやります。やります。わかりました。お、やる気だよ、やる気だよ。一緒に、はい、ここから走ってくる感じ。私あんな酔っ払ったように言うかな。じゃあテンションマックスの時ですね。はい、うん、いきます、はい、じゃテンションマックスの時の大島優子さんのワン・ツー・スリー・フォーコラボレーションでいきます。お、はい、いきます。3、はい、みなさん、リクアは盛り上がってますか？いくぞ、せーの、ワン・ツー・スリー・フォー。いいね、いいね、いいね。本格的な曲が流れましたね、今。そうですね、ですよ。もう今、大島優子さんになっちゃいましたね、私はね。なっちゃった、完全に。なっちゃったかわかんないですけどね。本当にあるのかな、はい、ちょっとね、一言も発せないのなんか理由あるんですかね。確かに、ちょっとせっかく来ていただいたので、八幡さんにもですね、ぜひ。あ、自己紹介とかは？あ、そうだ、ね、ぜひね。そうですよ ね、 ね。お願いしてもいいですか？いいですか？してもらえますか？あ、いいですか？それでは、峯岸みなみさんのモノマネまで3秒前。3、2、1、どうぞ。29年ハガキ、20歳のみーちゃんこと峯岸みなみです。イエーイ。喋ると似てねえな。似てない。喋ると似てない。顔重視。顔よ、顔重視。みーちゃん、そんな顔してる時ある？声は似てないけど尺が欲しい。イエーイ。やかましいわ。テンション、ちょっと待って、すごいな。声全然違うじゃないですか。まだ、まだ受け入れきれてないよ。どうしよう。妹みたいなんだけど。やだやだやだ。みーちゃんが年を重ねたら、はい、あのこちらのみーちゃんになるかもしれない。そうなの？本当ですか？私の未来暗いな。まあ一番お腹が暗いですよね。そう、お腹がね、なかなかですからね。もうやだ。未来か。ですね、はい、ちょっとこれね、結構あの調子に乗ってしまってるかもしれないんですけども、はい、あのもしよろしければなんですけども、はい、あのご本人の公認をいただけないものでしょうか、私たちのモノマネ。おー、ちょっと、どうする？私も？どうする、どうする？私も、ね、兄ちゃんも。二人はどうするんだよ、ちなみに。え、まあ、ちょっとやっぱ自分のことってわかんないんで、はい、じゃ皆さんの反応で、ね、なんかいつも見てるメンバーはどうかなって思うんだけど、メンバーがいいって言うなら、メンバーは公認してもいいと思いますか？え、ちょっと待って、ちょっと、あれ？めっちゃいいよ、めっちゃいいよ、来たね。いやー、いや、会場の皆さんにもちょっと聞いてみたら。じゃあ、私大島優子のモノマネ金太郎さん公認ということで、私を公認ということで OK ですか？あー、おー、嬉しい。聞いてみたら。うわ、マジ？畑香織さん、あれ、ブログではだいぶね、嬉しいですね、これ。そうですね、まあ、はい、じゃあみーちゃんのモノマネ、ちょっとまだ声とかね、完成度低いですが、はい、まだまだこれからわざわざ研究しますが、磨くとして、磨くとして、ちょっと皆さん公認いいでしょうか？いいでしょうか？メンバーは？ちょっとダメ出てますけど、うるさいね。ちょっとダメいるよ、ダメじゃないよ。そこはじゃあみーちゃんお願いします。それでは私に免じて、皆さんいいですか？いいよー。
待って、まだちょっと出てないから、ダメな人多いんだ。多数決で、多数決、多数決で、多数決でね。公認でいい方、いいや。減ってませんか？減ってませんか？大丈夫ですか？まあでもね、結局私笑っちゃいましたから、まあ面白いからね。総監督に決めてもらいましょうよ。これは総監督。笑ってしまったので降臨です。おぉみーちゃん、ちょっとこっち来た。みーちゃん、ちょっと持ってて。これなになに、なになに、野球バッチ、よいよい、シュートや、準備してるじゃん、準備してるやん。なにこの選挙みたいなやつ、やったー、勝ったみたいな。もうね、せっかく降臨しましたから、はい、ちょっと曲振りもお願いしていいですか？ちょっと待ってください。じゃあちょっと待ってくださいね。え、なにあのね、ちょっと言ってもいいことありますか？いいですか？言って言いたいこと。いいでしょ？私のね、大好きなフライングゲットが、はい、昨日54位だったんですけど。そうだねーそうだったー、私のせいかな。うん、うん、大丈夫、そんなことないよ。違う違う。じゃあ皆さんに一つだけお願いがあります。うん、私のことは嫌いでも、フライングゲットのことは嫌いにならない方。じゃあ、行きましょうか。よし、続いては、はい、28位です。